今までやってきた中で何かすげえやっぱムカつくやつはいて、まあうまいんだけど全然こうメンバーとコミュニケーション取らなくて、許せなかったのが本番で譜面を地面に置いたこと。なんか譜面台忘れて地面に譜面置いてずっとこうやって見ててメッセージギタリストこれねえだろみたいな感じの確かにでも俺いい仕事したからみたいな感じで帰ってったのがまたちょっとこれはすごいと思って。ギターのことってあんまりわからないから管楽器の人は何がどうなってるのかと、荒井君のやりたいのこういうことでしょっていうのはまあ組んでくれる。反応が早いって言ったら上から目線だけどカッティングの上手い人が好きです。なんかこう徹する人が好きです。余計なことをせずになんかあーって感じです。独りよがりになる人が嫌い。愛がないなって自分がそれでいいからそうやって弾いたわけでしょみたいな。みんなちゃんとこう相手に愛情を感じながらやるっていうことが多分まあそれはギタリストに限らずですけど。なるほどね。そういうギタリスト好きです。